視聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。父親とはどういうものか皆様知ってます。久々にレジェンドを消化します。最初は無課金攻略という時間ばかりかかる辛い戦いだぜ。時間がかかるので推奨はいたしません。ただ課金キャラがいなくても攻略は可能だという証明です。無駄なんだけどな。ではゴー。無課金に関しては証明だけなので倍速します。1ページ目は壁4枚と大狂乱の天空、2ページ目は大狂乱のドラゴン、ジャラミ、ヴァルキリー、ウルルン、覚醒ムートです。なお攻略には12分を要しました。星3のマンボーグは厄介だよな。強さ倍率 100% でも星が増えれば当然その分強くなります。本当に困ったものです。私にはこの編成で波動持ちのエリザベス56星を倒せたのが不思議でいけねえ。まあムートを使えば難しい場面も解決ですよ。でも使ったら次出すのに時間とコストがかかるけどな。でも使わないと攻略できません。ウルルンを組み込んでますが使えるかどうか微妙なステージなので、ブラッポリと赤毛のニョロ相手は天空任せ。まあウルルン出して自利品になるよりいいけど、マンボーグの餌食だぜ。でも対処法はそれぐらいしか思い浮かびません。ムートの再出動分のお金と時間を稼ぎつつ膠着を狙うのが安全なんです。スマートじゃないけどな。そしてムートはマンボーグミサイルの餌食になりました。ジャラミを出しますか。もともと準備していたので頑張って活躍していただきます。できなかったみたいだが。ブラッポリがしつこすぎるんですよ。これは城の後ろに追いやって攻略するのか。ムートが使えない場合はそうなりますね。でもジャラミでも倒そうと思えば倒せるんですよ。やっちまったな。脅威がなくなったところで天空に暴れていただきます。無事に攻略しました。続いてガチパでいきます。星の数をチェック。ガチだとあまり意味ないけどな。できるだけの証明ですよ。ガチでも難しいんだろ。それなりに。ではゴー。お金集めが終わるまで倍速します。ガオーが出せるまでうまいこと時間稼ぎをします。ガチパだとガオーばっかりだな。まあ安心ですから。いろいろありましたが無事ガオーは出せました。ドバトに赤毛のニョロが結構危なかったけどな。それらを利用して時間を稼ぎ資金を増やします。エリザベス対策はちゃんとやってるのか。適任者を用意しましたがマンボーグ鈴木がいるのでどこまで耐えられるか。ガチパなのに不安要素があるのかよ。万難を排することは不可能です。働き猫のレベルを程よく上げて、もうそろそろ鈴木さんとご対面です。先制攻撃マンホールミサイル。なんのガオーカッター。ガオーの攻撃って当たってるのか微妙だな。エリザベス対策を出します。第三形態の明らか。エリザベス相手には問題ありませんが鈴木さんの攻撃が邪魔するんですよね。当然だ。マンボーグとなった今でも俺は鈴木だ。返答に困ること言わないでくれるか。エリザベスが出るまでアキラには適当に暴れていただきます。時間が経てば経つほど不利なの分かってるよな。御霊参上。いざとなったら御霊の遠方攻撃で城ごと叩きます。エリザベスまだ出ないな。これはアキラくん片付けだけで終わるのかな。出てきてもこの調子じゃ途中までしか持たないぜ。やっと出てきましたがアキラ出すの早すぎました。他のキャラ出すわけにはいかなかったのか。他のキャラはですね、エリザベスが出た途端にやられちゃうキャラだけなんですよ。波動攻撃に弱いんだな。代わりに鈴木さん相手には活躍するので期待できます。アキラくん去年14か15歳。早すぎる彼の人生に涙が止まりません。エリザベスは御霊がとどめを刺したぜ。波動キャラがいなくなったところでゼウスを出します。星3のマンボーグの攻撃に耐えられるんだから打たれ強いってのはバカにできないよな。鈴木さんの天敵です。確かにこれはガチもいいところだわ。他にも天使に超ダメージを与えるキャラとかいますが育成不足なもので、まあ経験値を何に回すのか悩ましいよな。ギャラクシーギャルに回すのが間違いが少ないです。
サンディアは早期にレベルアップして条件の厳しいステージで活躍してもらってます。メガロか。エリザベス56世以外のエイリアンに有利に戦えますが、マンボーグこと鈴木さん相手だとどうだったか思い出せません。ゼウスが一方的に攻撃しているな。まあこういう場面でもない限り活躍の場なんてそんなにありませんから。わしの扱いひどくない。長期戦型なんですよあなた。だからかなり強い鈴木さん相手以外に使いたくないんですよね。倒したな。デハ残りを相当して終わりにしましょう。勝利父の背中。それは子供たちのため懸命に働くものかもしれません。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。もう遥か昔の話かもしれません。